ヒマンタンドラカは総使用植物のトガの一つで、ガルブリミマ族一族のみからなる、人絵型化。位置づけは体系によって異なるが、植物解剖学の知見、分子系統学の解析結果から原始的、非士植物と考えられている。ワラードフローラオンラインやハスラーは、ガルブリミマ族の構成種を、ガルブリミマベルグラウェアナのみとしているため、本項目では合わせて、 ガルブリミマベルグラウェアナについても述べる。この種はパプアニューギニアでは、アガラやマグノリアと呼ばれ、アルカロイドを含む樹皮や葉が幻覚剤とされる。APG 植物分類体系では、デゲネリア科と姉妹群をなすとされ、原始的な皮脂植物の一群として、木蓮目の中に置かれる。クロンキスト体系では木蓮目に入れ、原始的な皮脂植物とみなす。新エングラー体系でも、 木蓮目,目に入れる。パプアニューギニア、ソロモン諸島、オーストラリアに分布する。樹皮は、肺から肺褐色。時に、臨片状で小突起があり、強い方向がある。葉は、前縁で表面に光沢が見られる。花は、薄黄色あるいは、高褐色調で、学変も花弁もないが有水が多くて、人目につきやすく、錆色の額があるかのように見える。果実は、赤色で、 1> 計1.5から3センチメートルである。パプア島先住民は、ガルブリミマベルグラウェアの樹皮と葉を、サトイモカホマロメナ族の植物と共に似て、茶とし、幻覚を体験する。ガルブリミマベルグラウェアなからは28種のアルカロイドが、分離されている。パプアニューギニア、ブグシー &IUCNSSC グローバル、ツリースペシャリストグループ、ABCDE 熱帯植物研究会。 abcdefgh シュルテスラワールドフローラオンライン http コロンスラッシュスラッシュ www.worldfloraonline.org スラッシュ17名2019ハスラーシュルテスラゲージューセック英語日本語ありがとうございます